愛知県豊明市のクッピーカフェここに今年4月ユニークな新商品が登場お待たせしましたクッピーのおうちチョコバナナです白い体に丸い目のついた鳥。そしてあみあみスケスケの部分とまるで鳥の巣のようなクレープ娘がインスタで,でかわいい <laughs> こんなクレープ珍しいもんね。珍しい鳥の巣クレープ。でもこれどうやって作っているんでしょうか。調理場を覗かせてもらうと、あこれはココアが入ってます。なんか鳥の巣っぽくないですか。枝とか。 鶏の巣をイメージしたココア生地の中に。名古屋コーチンの卵を使った別の生地を流し。薄く伸ばしていきます。なんでちょっと上の生地はちょっとパリパリで。下の生地は普通のもちもちって感じですね。焼き上がったところで。生クリームと。バナナ。そして。チョコレートソースをかけ。 折りたためば鶏の巣の形をしたクレープのスタイルに、最後にマシュマロで作った可愛い鳥たちをデコレーションして完成です。そのお味はもちもち、もちもち下が結構もちもちした感じ。うん、ナッツがすごい美味しかった。お腹いっぱいです。<laughs> いくて美味しい鶏の巣クレープ作ろうと思ったきっかけは最初は鳥の巣クレープを作ろうと思って作ったんじゃなくて最初はなんかお花の試作してたんですけどなんかお花がぺちゃってなってかわいくないなって思ってでえこれなんか鳥置いたら鳥の巣になるんじゃないって言ってからそっからの始まりですそう実は失敗作からたまたま生まれた商品だったというわけ。 さらにお店の名前にもなっているこちらの白い鳥クッピーにはオーナーのこんな思い出が私が小学校の時に飼ってた鳥の名前でクッピーがいたことによって家族が明るくなったりとか笑顔が増えたのでクッピーカフェもそんな場所になれたらいいなと思ってクッピーカフェでクッピー乗せてるんですけどみんなを明るくするクッピーはいちごブリュレクレープやかき氷にも乗っています ちなみにクッピーカフェでリピート率ナンバーワンという商品がこちら北海道産シュガーーバターです。なんとクッピーが載っていない超シンプルなメニュー生地の上から北海道産のバターをたっぷり塗り砂糖をまぶしたバターシュガー見た目だけでなく素材にもこだわったこちらのカフェ クッピーの,のったクレープが人気ナンバーワンになる日も遠くないかもしれません。